今から翔太くん家に家庭訪問だけど、謹慎の件伝えづらいな。あ、こんにちは、翔太くん。先生、とりあえず上がって。じゃあ、お邪魔するね。どうぞどうぞ。お邪魔しまーす。上がって上がって。大きい家だね。いや、そんなことないよ。ここがリビング。はい、お邪魔しまーす。あら、いらっしゃい。お母さん。お母さん。あなたが丸山先生ね、噂に聞いてた。おっと。強烈すぎるな、ちょっとお母さん。よろしく。すーごい。おいでおいで。お姉キャラみたい。すごい。ちょっと裸で着る服じゃないですよ、それ多分。座って。座って。失礼します。ディアボロみたいな。それでは。お母さん、お母さん。はい、ちょっと、足上げすぎてパンツ見えちゃってますね。もうやだ、もうセクハラよ。やだ、恥ずかしい。あなたが見せたんでしょ。もう。なんかそのデュークサライエみたいな。今日は何のお話があって？今日なんですけど、ちょっと非常にお伝えづらい話なんですけど。いい声ね。ちょっとお伝えづらい話、聞いてください。落ち着いて。うるさいな。お母さん、ちょっと落ち着いてください。ごめんなさい。今日なんですけど、翔太君が実は隠れてタバコを吸ってるのが発覚しまして。タバコ吸ってろ、お前の野郎。お母さん、違う。何してんの、バカ野郎。お姉キャラの切れた時だけ男声になる。クレヨンしんちゃんの敵かい。ごめんなさいね、いのいの続けちゃって。それで今回に関しては、残念ながらちょっと謹慎っていう形にはなってしまうんです。どんだけ人見られてんのか。お母さん、こっちは働いてんだぞ、お前。お母さん、ヤクルトレディしてんだ。ヤクルトレディだ。ごめんな、お前。お母さん、お母さん、お母さん、ちょっと暴力はやめましょうよ。先生、私の手を掴んで、私のこと好きなんだ。止めただけです。止めただけなんだよ。結婚するか。結婚どうしよう。婚姻届、婚姻届。落ち着いて。私とず教師と保護者がいるのよ。私、それわかりますけど。お父さんの騒ぎだ。パパ来た。お父さん、お父さん渋。お父さん刀持ってる。ちょっと目が悪くてね。ああ、そうなの。目が見えないんだ。ちょっと盲目の剣士キャラみたいな感じ。先生ですか。匂いで分かったんですか。いいからね。ちょっとあれですね、なんか翔太くんちの漁師ちょっと変わってるというか、漫画に出てきそうな感じだね。どういうこと。そのお姉キャラと盲目の剣士キャラみたいな。何お冗談を。そうだね。おお、そう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 。馬鹿にしてる。冗談です、冗談です、冗談です。普通の家だよ、これ。普通の素晴らしいご両親です。すみません、すみません。で、どうしたの？声。成績はどうなんですか？そう、今日成績表の方もちょっとお持ちさせていただきまして、ちょっと、こちらですね。ちょっと、はい。どちら？あ、この、どちら？見てあげて。強キャラ感がすごいな。匂いかい、匂いかい。数学が1。え？英語が1。匂いでわかんの？国語が1。匂いじゃわからんでしょ。全然ダメじゃない。インクの匂いだし。足に似てしまいましたかね。もうお父さん来たら。まあそうですね、ちょっとこのままだと第一志望の大学は難しいかなっていうような。もう、でもいいんだ。え、僕決めたんだ。高校卒業したら父さんの家業を継ぐよ。家業？翔ちゃん。翔太、そんな嬉しいことを言ってくれるなんて。この目を閉じなければ翔太の顔見れたのにな。ウジトラみたいなこと言ってる。あの日ね、閉じなければ。あの時に何があったの。あの日のあれね。何があったの。聞きづらいですよ、それ。さすが。とにかく家業を継ぐということでね。嬉しい。いいと思いますよ。ちなみになんですけど、お仕事って何をされてるんですか。そんなの言わなくても。わかりますよね。本物に。本当だ。家業ですか。はい。パティシエを。パティシエかい。パティシエです。この感じで。美味しいのよ。せめて和菓子作ってください。これでホイップクリーム作ると美味しく。なんで混ぜるようなの。せめて切ってください。これにしてからね、すっごい美味しくなったんだよね。何が変わるの。評判いいのね。評判が。何が変わるの。すごいんだ。混ぜづらいでしょ。嬉しい限りですよ。あれ、ポチ。ごめんなさい、ワンちゃんになっちゃって。ワンちゃん飼ってるんですよ。ワンちゃんとか好き。僕犬大好きなんですよ。じゃあぜひうちの子を撫でてあげて。じゃあはい、軽く。はい、人懐っこいんだ。そう、そろそろちょっと時間あるから。もうポチ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 。お母さん、お母さん、お母さん、ポチは
はい、ポチ。ポチ。この子ポチ。いや、どこ、こパワー系のあの、繋がれてる敵幹部でしょ。何言ってんの、ポメラニアよ、ポメラニア。どこがでしょ、殺す。殺すって言ってますよ。殺す。どこ殺すって言ってますよ。ワンって言ってるワンって。いや、これ、ちょっとあれだな。ちょっとなんか、家庭環境が問題あるかもしれないですね、これ。翔太くんの。ちょっと、一旦、あの、今日は持ち帰らせていただいて、また後日。先生。はい。ケーキ、食べてってくださいよ。え？おいしいのよ、おいしいのよ。まだ食べてないでしょ。よかった。意外といい家族だ。殺されるかと思った。